中山拓也は日本の男子バスケットボール選手である。神奈川県横浜市出身。身長182センチメートル、体重82キログラムで、ポジションはポイントガード、シューティングガード。B リーグ B1 の秋田ノーザンハッピネッツに所属している。幼少期から激しいプレースタイルで小指を10回以上骨折した。東海大学附属相模高校を卒業後。 2013年に東海大学に入学、バスケットボール部に入部する。背番号は13をつけた。1年時、関東大学バスケットボール新人戦では、スターティングメンバーに選ばれ、1学年上のベンドラメレーセーラと共に優勝に貢献した。2年時、新人戦では、筑波大学に敗れ準優勝に終わったものの、中山は優秀選手賞に選ばれた。 2015年2月には2015年夏季ユニバーシアード日本代表候補として強化合宿に招集されたが代表入りは逃した。3年時の2016年2月には2017年夏季ユニバーシアードに向けた日本代表候補に選出された。筋トレと1日発色で体重を10キロ増やした。4年時リーグ戦では 主戦のポイントガード伊藤達也の怪我で、本来シューティングガードの中山が、ポイントガードの役割も担った。インカレでは、決勝戦で、筑波大学に敗れ準優勝に終わったものの、中山は、大会通算21個のアシストを決め、アシスト王のタイトルと優秀選手賞を獲得した。2017年1月のオールジャパンでは3回戦で、前回優勝のシーホース三河と対戦し、 敗れたものの中山は11得点を挙げた。1月12日、B1 の秋田ノーザンハッピネッツと大学在学中でも契約できる特別指定選手制度によって選手契約を結ぶ。背番号は17をつけた。2017から18シーズンは体格を大きくした上に主力として活躍、B にスティール王を獲得した。スティールの極意は相手を よく観察することと、後に NHK 番組で述べた。2018から19シーズンは大学からディフェンス主体のバスケをやってきたので、ペップ式は合っている。もっと積極的にディフェンスを仕掛けていったり、リバウンドにも絡んで、数字でも残していきたい。と、テレビインタビューで開幕前の決意を述べる。12月23日の千葉ジェッツ戦では11得点14。 リバウンド10アシストを挙げ、日本人選手としては、ウッドナオ以来二人目となるトリプルダブルを成し遂げ、12月のプレイヤーオブザマンスを受賞した。ABCD 新入団選手契約合意のお知らせ、秋田ノーザンハッピネッツ。 https://northrn-hapinets.com コロンススララッッシシュュ e p スラッシュニューススラッシュ 18a25.html2017 年1月13日閲覧 https://www1.nhk.or.jp コロンススララッッシシュュスラッシュスポーツスラッシュ bl eague スラッシュコメンタリースラッシュ 2013新人戦6-16決勝東海大 VS 青山学院大。ボフウェーブログバスケットボールオブジャパン2017年1月13日閲覧。2014新人戦最終結果。ボフウェーブログバスケットボールオブジャパン2017年1月13日閲覧。平成26年度男子ユニバーシアード日本。 代表チーム第一次強化合宿開催のお知らせ、日本バスケットボール協会、http コロンスラッシュスラッシュ www.japanbasktbal.jp スラッシュリリーススラッシュ94562017年1月13日閲覧。平成28年度男子ユニバーシアード日本、代表チーム日本代表候補選手発表。 日本バスケットボール協会 http コロンスラッシュスラッシュ www.japanbasktbal.jp l スラッシュジャパンスラッシュ201752017年1月13日閲覧 NHK 中山選手を解剖パーソナルファイル後編松原君4連覇はならずもチームとして成長できたリング戦バスケットボールスピリッツ アートグラフィック新潟。2017年1月13日閲覧。秋田が東海大学4年中山と選手契約、はつらつとしたプレーで貢献したい。バスケットボールキング。フロムワン。2017年1月13日閲覧。全日本大学バスケットボール連盟。第92回天皇杯。第83回皇后杯4日目男子3回戦。 B リーグ出場チーム中、最下位の仙台十9アーズが5位の3円。ネオフェニックスを破り、ベスト8進出マイナス。日本バスケットボール協会。2017年1月13日閲覧。秋田朝日放送。ハピネッツ、金足脳に続き旋風を起こせるか。白浜亮優、中山拓也が開幕に向けた、セキララ激白。 2018年9月22日閲覧。https コロンスラッシュスラッシュツイッター .com スラッシュ bbkinjp g ステータス100発計5362兆9862億6335万9488ありがとうございます。